トットロドウィックはアメリカ合衆国コロラド州スティームボードスプリングス出身のノルディック複合選手。北米出身で最も成功したノルディック複合選手の一人である。1993年から2006年まで4回の冬季オリンピックと6回のノルディックスキー世界選手権などの国際大会に出場。1996年にイタリアのアジア語で行われた。 ノルディックスキージュニア世界選手権で金メダルを獲得。ノルディック複合。ワールドカップでは1998年のホルメンコーレンスキー大会での 7.5km スプリントを含む6勝を挙げている。ワールドカップの年間ランキングで8年連続ベスト、10位入りを果たし、1997から1998年、1999から2000年。 2004から2005年シーズンには総合4位となっている。また、全米選手権で18度の優勝を果たした。長年一戦級で活躍を見せたがオリンピックではメダルに手が届かず、地元、アメリカで行われたソルトレークシティオリンピックでは4、5km の団体で僅差の4位、7.5km スプリントで5位となっている。2006年3月、シーズン終了とともに、 現役引退。2008から2009シーズン、2010年、バンクーバーオリンピック出場を視野に入れて現役に、復帰、コンチネンタルカップでいきなり3連勝、ワールドカップに昇格して2戦、連続2位になるなどブランクを感じさせない実力を見せた。チェコ、リベレツで開催の世界選手権に出場すると、個人マススタートで前半距離、 後半ジャンプとも1位で完全優勝、世界選手権で自身初の金メダルを獲得した。さらに2日後のグンダーセンノーマルヒルでも優勝2冠に輝いた。グンダーセンラージヒルでは10位だった。2009から2010シーズンもコンチネンタルカップに連勝でスタートし、2010年バンクーバーオリンピックでは団体でブレッド・キャメロタ、ビル・デモン、ジョニー・スピレーンと共に、 念願の銀メダルを獲得した。ノルディック複合、ワールドカップでは2011から2012シーズン終了時点で通算6勝を挙げている。ありがとうございます。